こんにちは、Gです。今回は日本語入力のお話。日本語入力には OS を問わずファイテックスモズクをおすすめしています。日本語入力は何気なく日々使ってるわけですが、ちょっとだけお勉強とより便利に機能強化します。そもそもファイテックスモズクってなんだ？ファイテックスが入力用フレームワークです。正確にはインプットメソッドフレームワークと言います。 Windows や Mac でも IM とかインプットメソッドと呼びますよね。ファイテックスはもともと X-Window の中国語入力用として作られました。名前はフリーチャイニーズインプットツールオブ X の略と言われています。ただ中国語だけの対応ではないと議論があって、現在は名前はファイテックスだけどフルネームはいろんな呼び方でもいいことになっています。ファイテックスは日本語、中国語、簡体繁体、南北朝鮮語、ベトナム語が扱えます。モズクというのは Google が開発した日本語入力システムのオープンソース版です。 Win 版や Mac 版の Google 日本語入力、あれの親戚です。モズク自身は日本語変換するだけのソフトなので、これだけでは日本語処理できません。タイプした文字を他のソフトなどに受け渡すためにファイテックスと組み合わせて利用しています。日本語の扱いはかな漢字変換が主流です。かなをタイプして変換でかな漢字になる。原点は1978年の東芝製ワープロ JW10 です。でかいな。その時代に携帯素解析による品詞判定や意味解析をやってたんです。かな漢字変換方式を採用したことで時代が大きく動きました。すごくないですか？東芝偉い。 JW10 は600万円以上したそうですが、私も1980年代にJW 使っていました。8インチ FD が2機ついたモデルで200万円ほどだったと思います。その後かな漢字変換はワープロ、MS-DOS などで大きく発展展開して標準仕様になっていきます。 PC では ATOC が登場して一時代を築きます。これは辞書のトゥリー構造の高速検索技術によるものです。さて実用面の話に戻ります。モズクの機能についてちょっと見てみましょう。例えばトイレ、トイレットとタイプするとトイレットペーパーまで候補に出てきますよね。これ予測変換と言います。そう、予測されちゃうんです。日付変換って知ってますか？明日とタイプして変換すると候補に日付が現れます。今で時間が表示される。計算機能だってあります。 22÷7 イコールと打って変換キーで計算結果が出ます。他にどんな機能があるか確認してみましょう。モズクツールの設定ツールを選択します。辞書タブを選択すると特殊変換の項目に辞書が並んでいます。この設定や項目の内容は Google 日本語入力と同じです。でも画面のようにモズクでは動作しない特殊変換があります。また記号変換と顔文字変換は機能はしますが一部文字化けします。動かない機能があるなら
動くようにしないと気になって寝られない。皆さんそうですよね。で、今回はいくつかの機能を動くようにします。テスト環境にはマンジャロを使っています。最初は郵便番号変換。画面のサイトにメディアデザインさんが作成されたモズク用の郵便番号辞書があります。この辞書はクリエイティブコモンズで公開されています。画面の Google ドライブのファイルをダウンロードします。 Google のアカウントがなくても大丈夫です。ダウンロードファイルを回答すると、画面の3つのファイルが入っています。readme、3桁-4桁表示の郵便番号用ファイル、7桁表示の郵便番号用ファイル、Google 日本語入力は3桁-4桁表示を採用していますが、ここでは7桁表示用郵便番号を使用します。日本語モードにしてキーボードアイコンをアにして右クリック、モズクツールで辞書ツールを選択、管理メニューで新規辞書にインポートを選択します。辞書ファイルを指定して名称を付加してインポート。試してみましょう。複数候補がある場合も大丈夫のようですね。地名の読みを表示する機能もあるようですね。この機能追加は Phytex モズクをご利用なら OS に関係なく有効です。次は Google 日本語入力の教科辞書です。少し古いんですが、有志の方がアップしてくれています。画面のサイトです。このサイトからダウンロードします。たくさんファイルがあるんですが、画面のファイルをクリックします。ダウンロード画面になるので、ダウンロードボタンをクリック。ダウンロードフォルダー内のファイルを回答するんですが、7Z 用の回答ソフトを追加しないといけませんね。ソフトウェアの追加と削除で P7ZIP を検索してインストールします。次にターミナルを立ち上げて画面のようにタイプ。ファイルパスはタイプよりドラッグすると簡単です。ファイルはホームの階層に回答されます。この中にはカナ英語変換、AA 辞書、英和 YA 辞書も含まれます。ここでは教科辞書のみインストールします。他の辞書を試されたいなら同じ要領でどうぞ。ただしそれぞれのデータが大きいのでご利用は計画的にです。この辞書はどう強化されているか分かりませんので試しようがない。まあ絶対良くなってるはずと信じるしかありません。この機能も OS に依存しません。今度は絵文字を試します。個人的には不要なんですが、好きな人が多いので。画面のようにタイプしてインストールします。
リスタート以降、絵文字が利用できます。ちょっと試してみましょう。いいですね。使うことあまりないけど。ラズパイ OS の場合は、Add Remove ソフトウェアで絵文字で検索して、画面の4項目をインストールします。いかがだったでしょう。日本語入力は常時使うのであるのが当たり前の存在です。でもそこにも先人の知恵が詰まっています。携帯素解析はその後も進化を続け、機械翻訳などにも応用されています。ご覧いただきありがとうございました。濃厚接触者になりました。正確には濃厚接触者の濃厚接触者です。小学校でクラスターが出て、孫が濃厚接触者に。おかげで家族全員自主的に自宅謹慎。後日 PCR 検査は陰性で、遺産で遊びに出たんですが、田舎町なのであちこちで同じように濃厚接触者になってるようで、どこへ行ってもみんな閉店。ではまた次回。